今週も始まりましたショータイム TV のお時間です。老賢者のガタナマオです。よろしくお願いします。サイバーパンク、どうもババアキリフダでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速一つ目のニュースです。はい。サイバーパンク画質が悪すぎる。先日延期を重ねついに発売したサイバーパンク2077。今作は広大なオープンワールドを舞台にサイバーな世界観を堪能することができるビッグタイトルなのですが、ただその裏では画質が悪いということで一部のツイッターユーザーの間で物議になっているようです。はい、ということでこういう悪い話を聞いて、はい、マオさんもテンションが下がってるようですが実際ね、今俺プレイ中なんですけど、うん、やばい、やばいんだ。3時間に3回アプリケーションがエラー起きて、 3時間に3回は1時間に1回じゃん。そうで、まあ画質なんですけど、うん、こちらはね確かに悪いっす。あんまり良くないんだ。50時間遊べたバルハラとか、うん、まあゴースト・オブ・ツシマとか、うん、あと龍が如くセブンとかと比べてしまうと、はい、非常に悪いっていうね。非常に悪いんだね。ただね、 PS5 版のね画面を見る感じだと、はい、結構綺麗。ああ、やっぱりそこはそうだからね、違うんだね。そう、 PS4 版だけ汚ねっていうなんかねすげえ影がねジャギってんのよ。へえ。あとなんか画面がなんかね、なんていうの、砂がなんかこう砂っていうか、なんていうの、あの、うん、なんかすごいねザラついてんのよね画面が。ああ、はいはいはい。うん。でさらにさ、その演出でさ、うん、あのノイズみたいなさ、テレビ画面のノイズみたいなのをさ演出で取り入れてんのよこのゲームって。はいはいはい、はい、ビビビビみたいな。そうそう、だからさ、うん、それ含めてなんかちょっと汚く見えちゃうというかどっちみたいな、うん、演出なの、そう、 どっちみたいなどっちなんだろうみたいな、うん、バグみたいな、ね、うん、そう。あと遠くの人とかがね途中から出てきたりとかさめっちゃすんのよそういうことは、うん、まあなんかツイッター上ではね、その画質のこともそうだけど、うん、エラーの方がやっぱ多くつぶやかれてるというか。ああ、はいはいはい。まあ、かなり残念なことにはなってる。はあ。まあ、やっててね、俺も、ちょっとこれ、まずいなって思ってるね、普通に。なるほど。ああ、延期してこれ、みたいな。そっか、なんか。延期してさらに9000円もしてこれ、みたいな。ああ。ウィッチャー3の時は、進行負荷バグっていうのがあったんだけど、一応。うんうんうん。ただ、こんだけひどい作りではなかったね。なるほどね。世界観がすごいのにさ、それを台無しにしてんのよ、その、結局、ね、エラーとかが。うん。よく IGN 満点出せたなと思って。やったみたいなね、本当に。なんか、エンディングのことまで書いてたけどさ、もう本当にやったみたいな、俺からしたら。うん、うん、すごい思ったけどね。なんか結構やっぱバグがひどいみたいなことはもう、うん、見ました、まあ、聞いてて、うん、見た見た見た。で PS4 の人だけかなと思った。なんかさ PS4 の人はなんか専用のパッチを当ててくださいみたいな、うん、なんか通知が来てて、 40GB のやつね。そうそうそう、だからなんかそういうものでなんか PS4 の人だけ一部こう、はい、エラーとかが出てんのかなと思ったけど、そんなこともないみたいな、ね。俺が見たところはね、PS5 もエラー頻発してるって。うわぁ。うん。悲しい。いや、まあ、悲しいね、ちょっと。トレーラーとか流れてたじゃないですか、最初に。はい、はい。あれ、すごいクオリティ高かったけどさ、実際やってみると、うん、え、みたいな。グラフィックだからさ、いやなんかなって思う。常に後を書いて感じ、俺も。あ、なんだかなーね。なんだかなーって常に。つまんな。っていうわけで。はい。次のニュースに行きます。はい。
ライザのアトリエ2、15万本突破。先日、アトリエシリーズ公式ツイッターにて、ライザのアトリエ2が初回出荷本数15万本を突破したことが明らかとなりました。これは前作のライザのアトリエよりも高い本数となっているようです。はい。はい。素晴らしいね。すごいね。ただ、前作プレイしてない人も買ったのかなって思うと、ちょっとかわいそうではあったりするけどね。この作品さ、前作プレイしないと、ちょっと分かりづらいとこあるんだよね。あ、そうなんだ。だって前作のキャラクターしか出てないもん、ほとんど。新キャラもまあ出たっちゃ出たけど、前作のキャラクターの方が多いっていう。だからまあ前作の話知ってないと思い入れ強くなんないのに、ちょっとかわいそうだな、みたいな。でも分かんないよ。ライザガチオタクの人たちが一人でなんか100本ぐらい買ってるかもしれない、うん、あ、そういうこと。俺はライザちゃんに貢ぐみたいな感じで。あ、なるほどね。まあそれもありえるかもしれない。ただまあ戦闘とかもめちゃくちゃ面白かったからな。マジで意欲作って感じ。本当に今までにない作りなのにもかかわらず、あそこまで面白かったのはすごいね、普通に。なんかさ、なんかこの2、やってみて面白かって、普通の1も買う人も、まあ、1もやるっていうね。結構多いんじゃない？ありえるっちゃありえるよね。あと、たった1年でこの成長はすごいなと思って。本来ありえない話でしょ、こんな。1年でさ。こんだけ進化するってなかなかすごいなと思ったけどね。だからやっぱりこうね、有名な会社から出るとかっていうのもさ、もちろん大事だし、発売前にこういいゲームなんじゃないかってね、こう上げるのもそうだけど、結果やっぱり結果を出したのはやっぱもう勝ちだよね。まあそうだね。天水の桜姫とかまさにそれだよね。最近多いね、そういうの。でも日本のゲーム多いね、なんかそういうのが。実力派みたいな。そうそう、その広告魂じゃなくてね、人づての評判で良くなるっていうのはね、いい売れ方だね。そうだね。こういうゲーム増えてほしいね。はい。サイバーパンクの後に言うとちょっと皮肉っぽいけど。いやいや、そうかな。まあ仕方ないんじゃないですかね。ってことで次のニュースです。はい。ペルソナ5、ロイヤルとスクランブが累計売上100万本を超える。先日、ペルソナ5のマスコットキャラクターモルガナが運営している公式ツイッターが、ペルソナ5シリーズであるロイヤルとスクランブの売上数がダブルで100万本を超えたことを発表しました。この売上は日本、アジア地域2つの累計売上とのことで、他の地域を含めるとまだまだ売上はありそうということです。わー、すごいね。すごいっすね。アジアだけでだもんね。そうだね。まあアジア圏にかなり人気はあるっていうのは確かなんだけど、でも、でもまあ USA の方ってスクランブルまだ発売されてないらしいからね。あー、そうなんだ。っていうのもあるけど、確かあれだったよね、普通のペルソナ5が80万本とかだったよね。日本だけで確か80万本。ペルソナってさ、こうシリーズいっぱい出てるじゃん。このロイヤルみたいな感じでなんか、完全版というかさ、そういうの出たのって5だけなの？いやいや、あの、3、4も出てるよ。あ、そうなんだ。じゃあ、2回発売してるんだ、全部。そう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 。二度売りしてんだ。毎回完全商法してる。完全版商法。うん、そうそうそう。それでもなお、まあ、売れてるということだね。すごいな、強気だな。ペルソナはその5が一番あれなんだよね、多分売れてるんだよね、きっと。そうなんじゃない。でもなんかスチーム版のペルソナ4もめっちゃ売れたって聞いたけどね。なんか4もね、好きな人多いよねっていう聞くよね。俺は断然5だけど。だからもう早く続編出してほしいんですよ、ペルソナ6。いや違う違う、あの5の続編。5の続編。ロイヤルの続き。ロイヤリティ
セカンドシーズンみたいな。そうそうそう。ペルソナ5ロイヤリティ世界セカンドシーズン。ダサ出してほしいんですよ。ダサだって、スクランブルって、普通のペルソナ5のエンディングから続いた話なのよね。はいはいはい。うん、じゃなくて、ロイヤルの続きの続編を出してほしいんですよ。なるほどね。めっちゃなんか含みのある終わり方したんだよ。ああ。うん。それで出さないってちょっとあれじゃん、みたいな。なんか、うん、あのさ、よくさ、いるじゃん、女とかでもさ。うん。あの、次会った時話あるから、みたいなやつ。LINE とかでは伝えない人ね。そう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 。次、はい、あの、今週末のデートの時話あるから、うん、みたいな。うん。言えよ、今、みたいな。でも、聞いたら聞いたで、大したことなかったってやつでしょ。そう。だいたいくそくだらないことで、まあ、今言う必要ないんだけどさ、とか言う話。は？まあ、そう。じゃあ、なんでそんな含み持たせたみたいな。そういうことよ。そういうこと。そうなの。そういうのめっちゃ嫌だわ。うん、だめっちゃ嫌。そう、だから早くしてねっていう話。以上です。ってことで、はい。今週はここまでになります。はい。だいぶ今もう夜更けてる時間だから、はい。もう頑張って小さめの声で、ああ。やったわ。ああ、なるほど。別にサイバーパンクがひどかったからテンション下がってたってわけじゃなかったんだね。また言われるよコメントで、あのゲーム作る人の気持ちになって考えてください、うん、その理論だとじゃあ俺の気持ちにもなってくれよあなたも300本以上ゲームしてくれよ。じゃあいや私もね、なんかそういうコメント本当に最近面白くて見てるのが、うん、なんかこの人たちってじゃあご飯とか食べに行って虫とかが入ってて文句言わないのかなって。でさ、うわ、虫入ってんだけどって言ったら、ねえねえ、まあ、そういうことよ、作った人の気持ちにもなってよ。うん、すごいよ。そっか、心広いなって思ってます。はい、はい、以上です。はい、ということで今回はここまで。それではまた。